あんを冷蔵庫に入れておくっていうのはすごくいいんですよ。これはこれって自宅でもそうなんですけど、油が固まるんですよ。だから包みやすいんですよね。だからご自宅での餃子作る前のあんは1回30分ぐらい冷蔵庫に入れた方が、あの調味料も馴染むし油も固まるんで、こうまとまりやすいっていう。うわ、来た、やったー。これ水餃子と焼き餃子って包み方やっぱ違います？あ、同じ。皮の厚みが、皮の厚みがちょっと水餃子の方が厚め。さすが名店は焼き餃子はと水餃子を包み方もしくは生地を変えるっていうのは、これもポイントなんですよ。水餃子の方が皮を楽しみたいんですよ。だから厚めにしてるっていう。うわー、美味しそう。いただきます。泡が確かにつるもちですね。でも野菜の食感すっごい残ってるんですよ。だからつる感でもちなんだけど、やっぱり野菜のザクがあるんで、すっごい美味しい。うまさの秘訣、オーダー後に包んでますね。これすごいこと、これはなかなかできない。作り置きしてないっていうね。